だだだだなんだ、台風が近づいてきてるのにな、なんの騒ぎだ。いや、台風も何もありませんよ。大変なことになりました。お前はいつも毎回大変じゃないか。いや、本当にこの国はどうなってるんですかね。ここ1年、2年大変なことばっかりが毎日発生するんですよ。まあ、そうだな。わしもそう思って最近なんだか知らないが、 とてつもない大変なことばかりが起きてるな。うん、まあ起きてるっていうか、まあ、シャムジ国王が起こしてるというか、まあそっちの方が正解かもしれませんよね。<laughs> ファハハハいや、ファハハハじゃないよ。私が起こしてるってそんな失礼な言い方あるか、そんな。いや、でもそうじゃないですか。現実問題、シャムジ国王が起こしてるんですよね。足の力そんなに強いか。シャムジ国王の力、影響力、すっごい絶大にありますよ。ほう、足もすごいななんだか。 そう言われると、この国を支配してるような気がしてきたから不思議だ。いや、支配してますよ、もうとっくにね。まあ、だけど、まあ、あの、国民の賛同は誰も得られてないんですよ、誰からも。うん、そんなもん構う、かまうことはない。え、国民の賛同を得られなくてもいいんですかそんなもんどうでもいい。え、じゃあ一体何のために、なんか無茶苦茶なことをやってるんですか ま、自己満足だな。何なん,なんですかそれ自己満足って。あ、ところで大変だって言ったら今日の内容は何なんだ今日は原油が上がっているという話ですよ。ん何原油が上がっている。この間まで1バレルが60ドル、70ドルぐらいだったんじゃないのかもう今81.76ドルですよ。81ドルを超えたのかそうなんですよ。なんでいつの間にかそんな上がったんだやっぱりバイバイで言ってましたよね。これから原油を上げて、どんどん上げて、 世界の景気をもっと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 減速させるって。ああ、言っとったな。なんだか悪魔の作戦というのを実行すると言っとったな。それに協力しろって言って協力してるんでしょ、シャム国を。まあ、協力しないとな、わしがやられてしまうからな。そうですよね。バイバイデンのなんか国って、もうとんでもないことしますよね、突然ね。ああ、歴代のだって、あの、トップもやられたんだからな。 そうですよ。いいことをしようとしたトップはことごとく片付けられてるんですよね。そうなんだよ。だからわしも危ないだろう。でも、シャムジここは安心してください。なんでだ。シャムジここは、いいことをしようとしてないですから。はははは。そりゃ楽しいな。いや、何が楽しいんですか。全然楽しくないですけども、この原油がこれだけ81.76ドル上がってるってことは、これ、 なんかの予測によると、10月に、2023年10月に入って、10月には100ドル超えるらしいんですよ。おー、ちょうどいいな。何がちょうどいいんですか ?10 月に何もかも上がるんだよ。だから10月に原油が100ドル上がると、もうびっくりするぐらい何もかも上がるからな。余計拍車がかかって加速していいじゃないか。いや、いいじゃないかって、ええー、じゃないか、ええー、じゃないかっていうことですか飛びます、飛びます、坂上二郎じゃよ。みんな、 生活が飛んじゃうのがそんなに楽しいんですかいやー、そうじゃないと、これからチェーンソーを起こそうとしてるだろう、う我々は。チェーンソーね。チェーンソーを起こそうとしてるわけだから、みんな困んないといけない。その理論ってバイバイデンから教わった理論ですよね。そうだよ。確か、みんながお金がなくなって困って、物が高くなって困って、 経済的に行き詰まっていくと人間っていうのはやけくそになってもうチェーンソーしかないっていうふうに思い始めてもうやるしかない焼けっぱちだっていうことでチェーンソーに参加する人たちもこっちからちょっと声をかければまあ我々の国からお金がもらえるわけだからチェーンソーに参加する人を集めるのは簡単になるっていう理論ですよねその通りだよ なるほど。電気料金も10月に上がる。ガス料金もほとんどのところで10月に爆上がりする。で、自治体によっては、水道料金、上水道と下水道をものすごい勢いで値上げする。そうじゃよ、そうじゃよ。で、基本的な生きていくためのコストがものすごいかかる。そうじゃよ。で、今、まあ、 賃貸でアパートとかマンション借りてる人も家賃が2年ごとの更新で完全に切れる更新になっている人が多いので家賃も上げてくる大家さんがいっぱいいる。そうじゃそうじゃその通りゃいいなあ上げて上げて上げまくるんじゃよ。そうするとまあ入ってくるお給料もあんまり上がらないのに出ていくお金がものすごいことになってみんな困ってしまう。そうじゃよ。 人間困れば、うん、お金がちょっと困ったな、ということで、我々がチェーンソーをやるから、皆さん募集しますよっていうのに食いついてくるって話ですよね。その通りだ。お前よく分かってるじゃないか。何もかも。そりゃそうですよ。側近ですからね。何もかも把握してます。で、それがどうしたっていうんだその作戦ってすごいですよね。 人の心理をうまく利用して、巧みに利用して、チェーンソーに向けて、突っ走るっていうことですよね。そうだよ。もうそれしかないからの、人間っていうのは困って、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 困ると、必然的に、もう、笑をもすがる思いになり、で、ああ、国がそうやって、そうかうん、チェーンソーで戦いに行けばお金が出るんだと。万が一、チェーンソーで倒れても、家族にお金が出るんだと、国から。 うーんー、じゃあ行くかっていう風になるんじゃよ。それってなんか、第2次、第2回のおやつ大会の時に似てますね。そりゃそうじゃよ。国っていうのは、いつもそうやって、国民を困らせて追い詰めてチェーンソーを起こすんだよ。なるほど。歴史が物語ってるわけですね。そうじゃいそうじゃないと、チェーンソーに持っていけんのじゃよ。 人間の心理をちゃんと分かっていて国は運営してるわけですね。その通りじゃん。偉いじゃろいや、偉いっていうか悪賢いっていうかずる賢いっていうか。いや、えー、っと、それってなんだか最低ですね。最低なもんか。だって国っていうのは世界中そうやってやってるんだぞ。ああ、まあそうですね。バイバイでの国もそうですよね。お金に困ってる人からね、声をかけて田舎の方に行って、 で、お金がもらえるんだよ。安定してるんだよ。って言って、集めて、チェーンソーを開始してるわけですよね。そうじゃよ。いつも、いつの世もそうじゃよ。でも、国のトップにいる我々は、一切、チェーンソーには参加しないから、我々は安全ですね。ありがたいな本当じゃよ。我々は、ずっと安心安全でいられるわけじゃ。 ででもそれってななんんかかずずるるくないいすか何がずるいんじゃだって私たちだけ安心安全なところにいて高みの見物みたいな感じで,でみんなはお金がないから困った追い詰められてそうかチェーンソーかじゃあ参加するしかないねって言ってチェーンソー大会に参加するわけですよねそうじゃよなんだか最近悪知恵を出すのはいいんだけど心がちょっとなんだか傷んできたような病んできたような気がします お前がそんなこと言ってどうするんじゃだって、我々は安心、安全なところからただ指示だけ出しているんですよ。それは当たり前だよ。なんで当たり前なんですか国民が我々を選んだんじゃよ。ああ、まあ一応そうですよね。国民が政治家を選び、そして政治家が我々を選びということですよね。そういうことじゃ。つまり国民が 選んで我々は国民の代表なんじゃよ。国民の代表か。そうじゃよ。だから何をやったっていいんだよ。許されるんじゃ。国民の代表は何をやっても許される。でも一般の国民で苦しくて悩んで辛くて、ああ、もうチェーンソーに行くしかないなっていう人たちがいっぱい出てくる。そうじゃよ。そういう人間をかき集めてチェーンソー大会を巻き起こすんじゃよ。 人の心理をやっぱり利用するんですね。そうじゃよ。そうか。うん。でも、僕のお母さんが言ってたんですよ。あ、なんか前言ってたのなんて言ってたんだっけお前は、とうとう、素晴らしいところに、お勤めができるようになって、世のため、人のために、命がけで尽くすんだぞ。いいか世のため、人のために尽くすんだぞ。そう言われて、 家を出てきたんですよ。いい話だな世のため、人のため。いい言葉だなそうなんですよ。だから今やってるのってなんか真逆な感じしませんかいや、しない。え、本当なんですかもうなんでそんな自信持って言えるんですかよく考えてみろ。いいか、これからチェンソー大会。チェンソーを始めるわけだ。チェンソーをね。 チェーンソーを始めると何が起きるえ、ちょっと待ってください。チェーンソー始めると、ま、人が減っちゃうのと、え、あと、いろいろ、まあ、なんか、作んなきゃいけないですもんね。集めなきゃいけない。あと、いろいろボロボロになるから建物も、ま、崩れちゃうでしょうし、焼かれちゃうでしょうし、もう一度建て直さなきゃいけない。そこだよえ、何がそこなんですかもう一度建築しなきゃいかんだろう。片付けて。そうですね。 それをやると大変じゃ大変ですよ。一生懸命みんな働かなきゃいけない。そうこうじゃよええー、みんな建物をきれいにして整備して、一からもう平らにして、でまた家を建てたりビルを建てたりする。そうですね。その時に素晴らしい景観の美しい景色になるように建てるんじゃよ。整備するんじゃ。あ、それはいいことですね。今なんかバラバラな感じしますものね。そうじゃよ。 それで、建築に関わる仕事をいっぱい出るじゃろ出ますね。片付けるのも大変だ。だから、今、仕事がない人も、その仕事をすれば、ものすごい豊かになるんだよ。なるほど。で、人数も減るじゃろ人数減りますね。人数減れば、土地だって、なんだって、余るわけじゃ。ん余りますね。広い土地に悠々と暮らせるんだよ。残ったものはな。なるほど。それはそれでいいですね。 淘汰の時代ですね。そうそこじゃよ淘汰の時代じゃよ淘汰するんですね。淘汰する。なるほど。そのために我々はいるんですね。そうじゃよ。この国の国民を淘汰し、そして、再び輝く美しい素晴らしい国を建設するんじゃよ。 なるほど。大きな目的があるわけですね。シャムジ国王には。そりゃそうじゃよ。だから、まあ、頑張っとるんじゃ。でも、バイバイデンの言うことも聞かなきゃいけないんでしょちょっとむちゃくちゃ言うじゃないですか、時々。むちゃくちゃ言うな。でも、聞くんですかまあ、聞かんといかんだろうな。約束だからな。あ,あ、約束しちゃってますからね。そうじゃよ。約束は果たさなきゃいかん。え、今なんて言いました 約束は果たさなきゃいかん。それが男じゃん。え国民との公約約束、何にも守ってないですよ。それだけは言うな。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。